はい、それでは、鋼の錬金術師2、赤毛エリクシルの悪魔、続きやっていきたいと思います。こっちかな。はい、第1章が終わったところです。第2章、イーストシティの戦い。イーストシティか。久しぶりに来たね、兄さん。ま、呼び出されてもしなきゃ、特に来る理由もないしな。大佐から直々に呼び出されるっていうのも珍しいよね。やっぱりオールの件かな。ちょっと派手にやっちまったしな。ちょっとどころか、かなり派手だったよ、兄さん。ま、詳しい話は東方司令部についてからだな。あの人、この爆発騒ぎに見向きもしないってか。怪しいな。もしかしてあの人が。可能性はあるな。あら、あいつ追うぞ。おお、あの人ですね。原作では列車に出てくるあの人ですね。ちょっとこの辺から本編とは若干、本編というかその原作とは若干誤差が出てくるんですが、まあ出てくる登場人物っていうのは多分一緒なので、親父馬も怒りますが話しかけることはできません。まあ原作だと確か列車に乗ってイーストシティ行くかなんかっていう話だと思うんですけど、あんまり原作覚えてないんでちょっと間違ってたら申し訳ないんですが、でもあの人が出てきます。ん？なんだお前ら。ねえ、ちょっと聞きたいんだけどさ、こっちに怪しい男が来なかった？怪しい男？俺たちは忙しいんだ。遊ぶなら他の場所に行って遊べ。右目に眼帯をした人を探してるんです。多分こっちの方に来てると思うんですけど。そいつ、軍の車を爆破した犯人かもしれねえんだよ。こいつらバルドを追ってきたのか。え、なんだって？よく聞こえないんだけど。かわいそうに、余計なことに首を突っ込んだばかりにな。兄さん、この人たち武器を。さっきの爆発といい、こいつらといい、イーストシティも随分物騒な街になったもんだな。お前らをこのまま行かせるわけにはいかない。悪く思うなよ、小僧。払い割れに届きますね。払い一発20で混乱を与えた。鉛のリング。
こいつら誰だ？急に襲ってきやがって。眼帯をした人の仲間かもね。この人たちこのままでいいの？ま、当分は気絶してるだろう。それよりあの男を探そうぜ。まだきっとこの辺にいるはずだ。お、2個目ですね。最大 HP が上がると。赤い、お、なんかも、なん、ん？赤いかけら、あー、なんかありましたね、こんなの。あー。装備はできると。赤いかけら。なんか何に使うか全然覚えてないですね。まあ、先進みましょうか。こうか。ちょっと敵を倒して経験値を稼いでいきます。錬金ドリンク、あちょっと逃げるなって。錬金ドリンク一時的に上昇すると。これは前作にあった、なんていうんですかね、錬金のカプセル。力のカプセル、守りのカプセルとかっていう、あのカプセル系ですね。いわゆるドーピング剤。一時的に能力値を底上げするアイテムですね。お、これはもしや？わーっと。何投げてきやん、あれ。投げやんか、あれ。あ、ナイフ投げてるんだ。痛い。いけると、当たりなんてなくなるっていうのは、やっぱりね。まあ仕方ないんですけどね。ちょっとこれ見てみろよ。マンホール？中は下水道みたいだね。ここに逃げ込んだのかな。可能性はあるな。とりあえず降りてみようぜ。今ならまだ追いつけるかもしれない。なんかあるは乗り気じゃないですね。まあ目的が違いますからね。大佐に呼び出されてイーストシティに来たのに、なぜかエドはあの男を追っているという。ドブくせえな。やっぱり湿気が多いな。後でちゃんと手入れしなくちゃ体が錆びちゃうよ。心配すんな。そん時は俺が鎧の隅々まで磨いてや。おい、アル、あそこ。やつめ、やっぱここにいやがったな。おぞ。お、R の武器装備。武器の近くで R1。 R 武器装備。エドが練成したオブジェ武器、オブジェ練成武器を R に使わせることもできます。装備中にもう一度 R1 を押すと解除します。おお、なるほど。では R に戻ってみましょう。この先水門、関係者が立ち入り禁止。兄さん、どこに行くの？早く追わないと逃げられるよ。
おお、なるほど。隅々まで行ってアイテムを回収していきます。おお、なんとなく覚えてますね、この辺。ちょっと映像が乱れてしまいましたが、多分大丈夫です。調べる方法、近く、または丸でその場所を調べる。怪しい場所を調べるとアイテムなどが手に入る場合があります。ちょっとさっき映像が乱れましたが、多分収録は大丈夫かと思います。ではちょっと調べてみましょう。アクセサリー、ナイフを手に入れた。ナイフ、攻撃力が上がる、5ポイントですね。これだ、ん ?5 ポイント、いや、15ポイントか。15ポイント上がるんだったら、まあ、こっちの方がいいですね。どうやって渡ったんだ。それは分からないけど、橋に連成できそうなものも見当たらないね。しょうがねえ、一旦戻って別の道を探すぞ。ここは流れが急で進むことができません。ということで一旦戻ります。おっと、あった、危ない。イローダ、いいですね。イローダは今作では一種類しかないので、こまめに稼いでいきたいと、稼いで、節約していきたいと思います。者以外立ち入り禁止って書いてあるよ。ってことは俺は入ってもいいんだな。なぜそうなった。何の関係者だよやっぱりそうですよね、何の関係者だよ。回復薬はいくつあっても腐ることはないので、しっかり拾っていきましょう。見てよ兄さん、あそこに水門があるの。結構でかい水門だな。なあ、ある、あの水門を全部下ろせば。そうだよ兄さん、水の流れが止まってさっきの場所が通れるようになるんじゃない。だったらあとはどうすりゃあの水門を下ろせるかもな。なんだ貴様ら、どこから入ってきやがった。どうやってここまで来たんだ。お、ちょうどいい時に。まあおっさん、あの水門どうやったら下ろせるんだ。ふざけてんじゃねえ、ガキだからって容赦しねえぞ。
春の武器乗り、武器の近くで R1、 春の武器乗り、乗って使うタイプのオブジェ武器連成、オブジェ連成武器に R を乗せることもできます。乗っている時にもう一度 R1 を押すと武器から降ります。それで R に使わせてみましょう。48。今作のガトリングはなんかこの弾道が見やすいというか、なんかゆっくりですかね、なんかゲームチックというか、なんかゲームの様子のエフェクトになってます。さあ、そこの2人ですかね。なんか30発か50発か50発しか打てないんですね。前作は80発打てたんですけどね。なんなんだこのガキ。レイさん、これが水門を操作する装置みたいだよ。どれどれ、このレバーかな。しゃあ、お前らの好きにさせて邪魔か。あ、邪魔見やがれ。殴ったね、絶対。こいつ余計なことしようって。どうだ、アル、連戦で直せそうか。これは無理だね。いくつか部品が落ちて流れちゃったみたいだし。そっか、んじゃ仕方ねえな。やっぱここは俺の出番か。兄さん、一体何を。連成する前にちょっと戻ります。宝箱を一つ取り逃していたので。お、アイテムが消える。これも消えますからね。お、リローダー、うん、いいですね。ここに、ね、うん、しっかりアイテム拾っていきます。ちょっとこっちも一応拾っていきましょう。他取り逃しはないようですね。よし、では連成します。さすがは俺だな。アルがすっごいびっくりしてる。成功じゃないよ。そんなことしてもしも水門ごと壊しちゃったらどうする気だったの。うん、本当ですよね。いや、ほらあれだ。でも水門はちゃんと降りただろ。降りただろって。そういう問題じゃないでしょう。いつも兄さんは無茶というか無謀というか慎重さに欠けるっていうか。慎重さ、聞き間違いもすごいですね。日本語の難しいところですけど、慎重さ。そうじゃなくて、まあ、さっきの場所もこれで通れるようになってるはずだし、万事オッケーってことでな。ほら、急ぐぞ、アル。早くしないとあいつが逃げちまうぞ。ちょっ
兄さん、たくもということで、睡魔を閉じてセーブポイントが現れたので、では一旦セーブしてきます。